愛の甘い名残にあなたはまどろむ天使のようなその微笑みに時は立ち止まる窓に朝の光が優しく揺れ動きあなたの髪をためらいがちに染めてゆく美しい人生よ限りない喜びよこの胸のときめきをあなたにこの世に大切なのは愛し合うことだけとあなたは教えてくれる愛は風のささやきあなたは目覚める子供のような瞳を向けて指を絡めるよそっと肌を寄せれば水仙の花のような優しい香りが恥じらうように揺れている美しい人生は言葉さえ置き忘れ満ち足りた二人を包むよこの世に大切なのは愛し合うことだけとあなたは教えてくれる美しい人生よ限りない喜びよこの胸のときめきをあなたに二人に死が訪れて星になる死が来てもあなたと離れはしないはいこんばんは今夜はね松崎さんのね愛のメモリーを歌いました。2019年3月の18日、月曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環として、こんな風に動画をアップしてます。はい、じゃあ今日も YouTube ライブやりましょう。あー、疲れたね。疲れました。生存確認2019年3月17日え11じゃない18日だね18月曜深夜ねだね18月曜深夜遠く遠くどこまでも遠く流れる川で暮れかかる空にあなた思い今日も待っています愛しい人よ私は歌う専門の言葉願いを込めて遠い昔のおとぎ話の恋のように。どれだけ待てばいいのですか？ああ、届かぬ愛を。二人の定め知らぬ川は淡い夢を乗せて流れていくようで。会えぬ辛さを語れぬしびよ。私は思う。せめてこの髪があなたのもとへ伸びるくらいになれと愛しい人よ帰らぬ人よ私の愛を遮るものは深く冷たいこの川の流れだけなのでしょうかどれだけ待てばいいのですか届かぬ愛よ二人の定め知らぬ川は淡い夢を乗せて流れていくようではいこんばんは今夜はね
キャグアンダスカの万里の川を歌いました。2019年3月の18日月曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。はい、こんばんは。どうも、あ、恵子さんどうもね、あ、山さんどうもね、あ、お互いにお疲れ様ね。今日ちょっと0時回っちゃったから、あ、何や、帰ってこれたんでね。あ、じゃあ今日のご飯行こうか。ムンムさんどうもね。今夜パスタ食おう、今夜パスタ。スパゲッティ行こうか、スパゲッティ。スパゲッティ食べようか、じゃあスパゲッティ。今日はこれ、トップバリューのパスタ買ってきたよ、これ。細い方の5分だよね、これね。これをだいたい5分の1ぐらい、200グラム食べよう、200グラム。今日はこれパスタね、今夜パスタです。これで、これ5分の1ぐらい、これ1キロだからね。じゃあ、ビールは返してこよう。スパゲッティだ、スパゲッティだ。ソースなんで、これかけよう。これかけよう。和風パスタ梅ソース、和風パスタ梅ソース、これをかけよう、ね。5分の1ぐらいで飲めないな。5分の1ぐらい。じゃあこれ、和風パスタ梅ソース、これで2人前使っちゃおう。半分、難しいよね。どうも、今日はパスタ4分の1ずつだと250だから、4分の1のちょっと小さめぐらいかね、大体ね。安いね、これ。1キロで入って税込みで200円しないんだもんね、パスタってね。これ安いね、これね。じゃあこれ、そうもいっか、今日のパスタソースはこれ、和風パスタ梅ソース、これで、100円だと、なんだ、208円の半額しね。前どうせいつか死ぬからね、この世に生まれたからにはね。その麺を分けとこう。すごみんなそうね、だいたい奥さんが先に死んだ方はさ、旦那さんは後を追うようにみんな死んだね、有名人見てってね。あ、みんなそれ津川さんとかね、長門さんもそうだもんね、あれね。奥さん死んだ後、まもなく死んでるもんね、あれね。どんぐらいなの、4分の1。これだから、半分これで、半分がこれだから。これよりちょっと小さめぐらいかな。難しいんだよな、これ、パスタの二人ぐらい。多分、これが4分、半分で250、半分で500、半分、4分の1がこれだから、それを小さめかい。でも、食費決めてない。1ヶ月いくら以内って決めてるけど、細かいの決めてないよ、別に。なるべく使わないように意識して。
なるべく使わないように。大体こんなもんでしょ、 200g って。 200g こんなもんだね。大体こんなもんだね。目分量大体こんなもんで、大いくら、まあ大ぐらいもこんなもんで、こんなもん。じゃこれだけでいいや。こんぐらい、まあ、ちょっとまあこんぐらい。残りこんぐらい。まあこんで、今日こんだけパスタ入れよう。やっぱ1.4は細いね、1.4。でも、あれ、サラスパが1.2だからね。サラスパよりちょっと太いぐらいか。じゃあちょっとこれ入れようね。まだ沸騰しないよ、今。もうしたから、もうちょっと。今麺を入れた。あと5分ぐらい、50分過ぎか。今麺を入れてきた。じゃあパスタが。これスタッフが全部使っちゃう。和風パスタソース。ソースと具材、はい。食費気にしないよ。うん、食費ね。でも超安いよ、これ100円のソースでしょ。パスタだともう150円ぐらい？そんなもんか。あれで100円、200円ちょいだからな。うん。150円ぐらいでしょうね。まあ、うん。楽しみだ。今日はパスタ。じゃあ乾杯しようか。どうも。ゲストさんどうもね。じゃあ乾杯しようか。じゃあシェアで行こうかな、シェアで。常温で。飲むよ、調子こっていっぱいか2杯飲もうか。少し飲もうかな。うん。どうもね。今日は飲むよ。うん。発泡酒飲もうか、発泡酒。じゃあ発泡酒飲もう、今日発泡酒。発、うん。
はい、じゃあ発泡酒で乾杯するか。もう、でももうできるかな。もう5分だからな、あれな。今夜バーギャルね、バーギャルの方だ、バーギャル。じゃこちら行こうか、ね、はい、乾杯。乾杯。醤油なんだ僕、醤油何も入れない僕、めんどくさいから、ただ左右で入れてます。もういいかな、もうほんとさ、ちょっと見てる。まあ、あっという間だな、発泡酒は飲みやすいからな。今、パスタ入れてます。やっぱ胡椒ロートだけだな、ずっと。ずっとこの場合じゃ、炊き仕事だからさ。で、電車も乗ってきて。だからやっぱね、いつも言うようにね、圧力かかんない分ね、腰を下げると楽だね、やっぱね、立ってるのにからね。早いね、うん。喉も渇いてるからさ、ね。もう一本飲んじゃった。もういいだろ。じゃあパスタあげよう。パスタ 200g ほどでした。はい、パスタ茹で上がりました。パスタ 200g ほど。じゃあソース絡めます。梅ソースと、はい、梅ソースです。じゃあ 200g ほどね。まあ大体ね、あれ 1kg で全部一丁のやつだからさ、目分量で 200g ぐらい適当にとって。ああ、いい香りだ、梅の酸味の。ああ、いいね、いいね、この香り。この梅の香りがいいな。ああ。じゃあ、梅ソースです。梅ソース。
で、具材。2人前用だからさ。1人前だって100グラムだから、僕200グラムなんで全部入れます。具材。では、さあ、こういうやつだ。温め不要のいいよね、温め不要は。ミートソースとかさ、カルボナーラとか、ああいうソース系ってさ、湯煎しないとさ、食えねえからな、あれ。振りかけタイプは簡単でいいよね。うん。振りかけタイプはさ。おー、いい香り。梅の香りがいいね。梅と海苔がいい感じだな、さ。で、これを混ぜて。今日はパスタ 200g ほど。梅ソースのパスタです。おー、いい香りだ。ああ、いい感じ。200g ほど。まあ、1.4 ミリね。1.4 ミリの麺。ちょっと、サラダパスタはちょっと太め。サラスパはだいたい 1.2 だからね。1.4 だから5分ぐらいで。まあ、早いね、全部がね。わ、こんな感じだ。あ、できたできた。いただきます。これ大盛りですね。200g ほどなんでね。普通1人前で 100g って書いてあるもんね、袋にはね。いや、いただきます。うん。うん。お腹すいたからうめえや。ごまが歯ごたえしていいね、これね。うん。はい。うん。おいうまい。じゃあもう一本持ってこうか。もう一本。これ叩きがけだ。じゃあもう一本。発泡酒もう一本持ってこうか。飲みながら。はい、2本目。2本目、じゃあこれ梅パスタと発泡酒、こんな感じだ。じゃあバーにある、これはキリンビールね、これね。はい、乾杯。そうね、花見ね。パスタというとあれ見んな、あの漫画。タッチだっけ。荒木みつるさんのね。よく漫画の中で作ってたよな、あれ。南風でさ、南ちゃんがさ。カズヤ、タツヤたちにね、パスタで、ね、スパゲッティをね、あれを思い出すの、僕はね、パスタっていうとね。うめえか。うめえって言ってあの子思い出すな。あのケダルっていう女の子。よく言ってるよね。うめえってね。あの女の子かわいいね。あれ。最近よく見てるのあの子。ケダルっていう女の子ね。食事動画アップしてるんだよね。よくあの子ね。かわいいね。あの子ね。よくうめえって言うんだよ。あの子。かわいくてね。いつも。あの子かわいい。そうね。そうね。うん。
知ってますか、あれ、ケダルっていう女の子。可愛いんだよね、あの子ね。可愛いな、いつも。よく、うめえとかって言うんだよね、あの子ね。可愛いなと思って見てる。同じ一人ぐらい全然大違いだよな、あれな。星野さんなんか全然外食しないけどさ、よくあの人に外で食ってもんな、あれな。今度23、24か。休みだったら、いや、キャンプ行きます。テントワーク。できたら奥多摩行こうかな。奥多摩。奥多摩行っちゃうかな。最後だもんな。3月行ってこないんだよ。もう、2、3年前からずっとね、雲取り登ってくるね。3月ってまだ寒いからね、行ったこと、でもな、奥多摩が最後だから、今回特別行っちゃうかなと思って。でも何度も登ってくから、僕、雲取りさんは。よくさ、山とかっていろんな山回ってる人いんだよね。雲取り登ればさ、いろんなところ、上高地に行けば、僕はそれじゃない。雲取りばっか。でもそれ楽しいんだもん。結局山登るきっかけはさ、テントワークできるの知ったからさ、テントまで。だからね、テントまで。奥多摩がなくなったらね、もうね、7500経由でさ、あれ、鷹の巣の避難小屋、あんじゃ、あそ、避難小屋、鷹の巣山の避難小屋って、あの前はさ、結構水場もあって、テント泊できるようなスペースあるみたいだからね、よくね。だから、そっち行ってみようかなと思うんだ。奥多摩小屋がなくなってからは、それ考えてる。7500経由で、鷹の巣山の避難小屋の前でテント泊でもいいかなと思って。雲取りなんて山頂だからさ、避難小屋って。テント泊ちょっとスペースないけどね。あれ動画とか見てると、鷹の巣山の避難小屋はあれ、山頂ちょっと下だからさ、結構スペースあるみたいだからね。いるって、だって、僕の見てる動画でね、あれ、鷹の巣山の避難小屋の前の水場で、熊が水飲んでるみたいとかっていうの書いてるのはあんまあるもんね。人間、そう、熊も喉乾くからねってことで。そう、熊が水飲んでるの見たって、そういうのもあったもんな、みたいな。僕が見たことない、熊は。しかいないな。熊さんと会ったら森の熊さんと会おうかな。ね。まだ熊さんと会ったことないんだ。鹿は本当よく見る、鹿は。あれ、奥多摩の中歩いてってさ、鹿はよく見るけどね。熊はなかなか見ない。熊は見ないな。いるんだろうけどね。ね、熊さんので会ったら、森の熊さんと会おうね。森の熊さん。いいね。まさに森の熊さんだよな。ちょっと楽しみだ、あれね。で、熊といえば森の熊さんだもんね。で、熊さんも哺乳類だからね。お股抜いて人間で変わんないもんね。そうね。まあ、クマもなかなか、ね、本当に山男じゃないと見合わないよ、クマとはね。もうクマ見たことあるのはね、あれ。
幼い頃にさ、ムツゴロウさんだっけ、畑正憲さんのあれ、動物王国だっけ、動物王国のフジテレビの番組でしか見たことないかもしれないね。あ、テレビ番組で。幼い頃よくやってたじゃん、あれ。ムツゴロウとユカイの仲間たちって。あれで、あれでしかクマって見たことないよ、僕。リアルじゃ一回もないよ、リアルじゃ。一回も、まあ大抵の人そうかもしれないね、首都圏の人だったらね。あのムツゴロウのあの番組でしかクマって見たことないかもしれないね。じゃあおしまい、じゃあパスタおしまい。うまい、ね。あとこれ梅パスタもう一袋あります。まあサラスパの方が茹でるのは楽だよね、短いからね、値段高いけど。サラスパは 200g で100円ほどだもんね。でもこのパスタは 1kg 入って200円しないからね、どっち取るか。サラスパのいいところは多少は通常のパスタよりも高めだけど、どう？でも短いからね、大抵の鍋でもすぐ湯に入るんだよね、あれ。だってああいいね、梅の香りがね。じゃあ梅パスタ、今日は終電じゃないからね。終電だったら今頃家に帰るから、今頃ちょうど。じゃあ終電じゃないから、この辺に。そう、うん、終電だったらちょうど今頃家に着くから。なんで配信はもっと遅いですんだからね。終電の手前じゃないだったから。私は今日発泡酒、これバーリアルをね、これ2本飲んだ。バーリアル2本飲みました。今日はこれ、もちろん日本じゃない、発泡酒を2本飲みました。ああ、これ中間日かもしれないでしょ。ああ、トップバリューはさ、あれ2つあるんだよね、あれ発泡酒はね。これはね、キリンビールで作ったやつね。札幌ビールのやつとキリンビールの2種類あるんだよね、トップバリューの発泡酒はね。はい、どうも。今日はこの辺で。おかわりはしないや。うまいね。うん。美味しかった。美味しくいただきました。じゃあ、今日はこの辺でおやすみなさい。また明日ね。ありがとうね。おやすみ。ゆるる思いを聞いたかな、最後。昨日最後だったゆるる。あれ、日曜日の朝の動画でさ、コメントでゆるる思いのコメントがあったからさ、最後歌ったんだ。ゆるる思い。どうもね。どうかな？見てくれた。どうもね。おやすみなさい。また明日。遅くにありがとう。どうもまた。はい、終わりました。はい。はい、終わった。じゃあまた。うん。まあ最後はこの歌で終わろうか、最後。最後はこの歌で。松山さんの恋で終わろうか。松山千春さんの恋で。愛することに疲れたみたい。嫌いになったわけじゃない。部屋の明かりはつけてゆくわ。鍵はいつもの下駄箱の中。
きっとあなたはいつものことと笑い飛ばすに違いないだけど今度は本気みたいあなたの顔もちらつかないわ男はいつも待たせるだけで女はいつも巻きくたびれてそれでもいいと慰めていたそれでも恋は恋多分あなたはいつもの店で酒を飲んで管を巻いて洗濯物は机の上に短い手紙添えて奥は今度生まれてくるとしたならやっぱり女で生まれてみたいだけど二度とヘマはしないあなたになんかつまずかないわ男はいつも待たせるだけで女はいつも巻きくたびれてそれでもいいと慰めていたそれでも恋は恋男はいつも待たせるだけで女はいつも巻きくたびれてそれでもいいと慰めていたそれでも恋は恋それでも恋は恋はい松山千春さんの恋でしたじゃあ次はこの歌いこうか千春いい歌いいねこの歌詞がねほんとねどんなこれうつむきかけたあなたの前を静かに時は流れ巡る巡る季節の中であなたは何を見つけるだろう海の青さに戸惑うように飛び交う鳥のように羽ばたけ高く羽ばたけ強く小さな翼広げ巡る巡る季節の中であなたは何を見つけるだろう昇る朝日の眩しさの中遥かな空を目指し羽ばたけ高く羽ばたけ強くあなたの旅が始まる巡る巡る季節の中であなたは何を見つけるだろう。はい、これもね、キャルのね、季節の中で。ね、いや、次はこれいこうか。長い夜で終わろうか、じゃあ長い夜で。
恋に揺れる心一つ、お前だけを追いかけているよ、おいでここへ僕のそばに、燃えるような口づけをあげる、長い夜を飛び越えてみたい、お前だけにこの愛を誓う、重ねた胸のぬくもりに戸惑う二人、恋に揺れる心一つ、お前だけを抱きしめていたい、だから僕の胸のときめき聞こえたなら、飛び込んでおいで、長い夜を飛び越えてみたい、お前だけにこの夢を、この愛を誓う、星降る夜に誘われて戸惑う二人、長い夜を飛び越えてみたい、お前だけにこの愛を誓う、星降る夜に誘われて戸惑う二人。はい、最後はね、千春の長い夜でした。じゃあ今日はこの辺で終わりにします。おやすみなさい。はい、どうもおやすみ。